お疲れ様です。お疲れ様です。あのー、え、う、っ、ん、と、宛名も見ずに、宛名も映さないように、えっ、ー、と、その荷物を開けてください。はい、うちの店に届きました。なんか、ブニョブニョしてる。ブニョブニョしてるその表現はどうかと思うが。<laughs> まあ、でも、この感じはなんか、プレイマットっぽいんですか <laughs> あさすがに触ってるもんね。たくさん触ってるからね。うん、ちょっといいですかはい。本当にプレイマットうん。何これ。ん何何何それ。んえ 何、何、何うん、うん。これ開いていいですかあ、いいよ、いいよ。おすごっあ、サインがあ、あ、すごい、2枚も。二枚も。うわぁあ、ブックエイランド、イルマ店さんへ、ありがとうございますすげえすげえこれは、直筆じゃないのかあ、こっちはサインがない方か。あ、ない方。ない方とね、ねある方とね。あ、はいはいはい。 ありがとうございます。ーでお、同時に何これ,これ実物初めて見た俺。実物、そうそうそう、動画でね、見てね。はい、うん。で、なんかこれ、何これはステッカー何これ,これあ、あ<っ>なんか読んでください。なんか書いてある。はい。10万人記念の。はい。じゃあこれ、こう読んだ方がいい。はい,はいはいはい。最前長マッチーさん。10万人記念のフレイマット、ありがとうございました。はい。しばらくお会いできておらず、寂しいですが、コロナが落ち着いたら、また遊びに行きます。ありがたい。 これじゃあ翔さんが書いたってことかあそうだねうん下川ブックアイランドとマッチーさんとその仲間たちが大好きだありがとうございます恥ずかしいなでもなんかなうんうんプレマよければ使ってくださいああメリークリスマスですね確かにはい下川チャンネルということではい恐縮ですありがとうございますすごいステッカーかと思ったねすごいねなんかこういうお手紙のやつだったんだねはいおしゃれですねすごいやっぱしゃれてるねやっぱりね やっぱりあの、プレゼントにカップラーメン持ってくるやつはわけが違うよね。違います。うん。比べちゃいけない。そう、違います。失礼。はい。じゃあこのすごい素敵なプレイマット、これちょっとサイン入りなんで、これもちょっと飾らせてもらおうか。う。ん。素晴らしいです。はい。はい。じゃあ、下川さんありがとうございました。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。これあの、ほら、マッチのプレイマを、ら送ったじゃないですか。あ、そうですうん。それであの、お礼なんですけど、つって送ってくれた、こんな。ああ。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。